ヴィラモーヴィッツ・メレンドルフ、ウルリヒ・フォン・ヴィラモーヴィッツ・メレンドルフは、ドイツの正統派古典文献学の学者。フリードリヒ・ニーチェや、ヤーコプ・ブルクハルトの論的。また彼の下で学んだ、神話学者、カール・ケレーニーと後に対立した。これは、ヴィラモーヴィッツらに代表される、文献学が、ケレーニーの新しい学風と相入れなかったためであるが、具体的には、旧体の文献学の解釈が近代合理主義的であったこと、ロマン主義的な側面を持ち合わせていたことで、いずれも真の古代人の生を研究するに至らなかったためである。しかし、ギリシア神話の神アポロンの起源をめぐり、アポロンを小アジアのリュキア地方に由来するという説などは今なお有力である。1848年、プロイセンポズナニ近郊に生まれる。ボン大学、ベルリン大学で文献学を学んだ後、1872から1874年にイタリア、ギリシアで研究する。1874年にベルリン大学講師、1876年にグライフスバルト大学教授となり、その後1883年にゲッティンゲン大学教授、1897年にベルリン大学教授を務めた。ベルリンにて没。ありがとうございます。